ごい可愛いね。あ、そう、それでさ、うん、とりあえずさ、なんかお寿司の季節ですねみたいなことになってさ、うん、とりあえずさ、なんかこもちゃんにさ、やろうやみたいな感じになったの、うん、で、その当日さ、なんかマスオもなんかと一緒にいるから、うん、なんかマスオも行くみたいな話になってて、最初それで、じゃあいいじゃんいいじゃん、4人でやろうやつって、とりあえずあいつ全然食えねえからあいつが払うぞつってなって、おうさんちのやつの車で、いや、いつもさ、無点だからさ車運転して渋谷まで迎えに行ったので、こもちゃんとマス君がね、あのツタヤの前で座って待ってて、二人ともいるんだよ。いて、で、こもちゃん乗ってきたのに、なんかマスがじゃあみたいな感じで帰ってたの、パーって。あれっつって、あれどうしたマスはって言って、なんかあいつ腹痛えとか言い出して、なんか、俺いけねえみたいになって、で、こもちゃんはそこですごいさ、私、まあこもちゃん大好きだからもあるけど、なんかすごい男気がある男だからさ、やっぱり。男の中の男だからさ、こもちゃんは。なんかそれだから、こうさ、いや、お前さ、みたいな。女に売られた喧嘩をお前は買わないんかみたいな話をしたんだって、マスクに。そして。でも、なんかまたグダグダ、いや、でもなんか腹の調子がまだ良くないかみたいな言い出して、マジクズだなっつって、終わってんなあいつってなって、もう超クズってなって、なんでさ、やらないんだろうね。あいつ絶対、だってその前にこもちゃんが、と一緒に行った時らしいんだけど、私は聞いてないけど、それっていくらぐらいかかるんみたいな話してたらしくて、お前なんで負け前提なんだよっつって、ざけんなみたいな感じなの、もう楽しいんだ、私は。っていうぐらい、マスはとりあえずクソだっていう話ね。とりあえずまたウーさんと、私とこもちゃんで3人でまたバトルしたけど、私20皿、私20皿、とりあえず私ね、すげえ甘エビ食べたよ。甘エビの皿、8皿ぐらい食べてたね。まあ、こもちゃんも20ぐらい食べて、こもちゃん、コーンしか食べてない。こもちゃんの、コーン率半端ないからね。あ、こもちゃんコーン来たよ、つって。あ、こもちゃん、押すやつで、こうピピピってやるじゃん。で、俺はやっぱコーンだから、つって。あの動きで。俺はコーンだから、つって。コーン食ってっから。ウーさんもね、ウーさんちょっとその日しっぽりやってて。てか、ウーさんそもそもね、お寿司好きじゃないよ。しょっぱなビール飲んでっから。しょっぱなビール飲んで、もう、なんだろう、俺はちょっとこのビールで胃を動かすみたいな感じで言って、で、あの人15皿終わり。で、結局、負けたのは、なつやまくんね。そう。ウーさんが払ってた7000円ぐらい回転寿司で7000円ぐらい払ってた。あと一皿100円で7000円ぐらい払ってた腹の調子がまだ良くないからそれっていくらぐらいかかるんで、もう超クズってなってっていう話。何なのと思って、もうすごい腹立ったよね。非常に腹が立った。サラリーマンにはサラリーよ、アパートには一人暮らしよ。 TN がまだバンドを組む前だよ。僕には何もない。サラリーマンにはサラリーよ、アパートには一人暮らしよ。僕には何もない。僕には何もない。会社を辞めて君のところへ行くよ。ああ、僕がやったことは間違いじゃないはずさ。